改めましておはようございます。日頃から大変お世話になっております。また本件もお忙しい中、藤田市の定例記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今年最初の記者会見でございますが、昨年もさまざまな事業を取り上げていただきましてありがとうございました。本年もよろしくお願いを申し上げます。さて、昨年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市におきまして新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告されて以来、世界各地から報告があり、国内でも新型コロナウイルス感染症患者の発生が複数報告され、連日新聞等を賑わしておられております。国や東京都が感染拡大を防止するために1月30日に新型コロナウイルス感染症対策本部を新たに設置し、対策に取り組んでおります。政府は感染拡大を防止する観点から、今後2週間程度イベント等について延期または中止を要請する考えを示しました。東京都でも当主催イベントの取り扱いについての対応方針を示しまして、3月15日までの間は延期または中止する方針を出しております。藤田市におきましても、これまでに対策会議を何度か、設置をしまして、対策等の検討を行います。行いまして、ホームページや広報物査等に情報を掲載し、市民の皆様へ感染予防等について情報提供を行ってきております。そして昨日、市が主催・共催するイベント等についての対応方針を決定いたしました。内容につきましては、東京都の対応方針に準拠いたしまして、期間は市独自に3月31日までといたしまして、その間に実施するものにつきましては、原則中止または延期とさせていただきました。また市の関連団体が実施するイベントにつきましても、市の対応方針の趣旨をご理解いただくようお願いをいたしまして、いたしております。3月28日から開催予定でございました福生桜祭りにつきましても、実行委員会で中止とする判断をされたところでございます。また、市内小中学校の卒業式につきましては、参列される方を対象に、児童、生徒と保護者、関係する在校生に限定させていただき、マスクも用意いたします。そして来賓は呼ばずに、挨拶も校長先生のみとし、できるだけ短時間で終わらせる方向で実施をしようと考えております。なお、この方針に基づき中止や延期をするイベント等につきましては、今後ホームページや広報でお知らせをしてまいりたいと考えております。今後も情報収集に努め、市民の皆様に正確な情報提供を行うとともに、感染予防等の対策に取り組んでまいります。余談になりますけれども、昨日福生市の、選挙の、説明会が行われまして、で、一昨日は東京都の市長会の中でいろんな話をいただきました。このコロナウイルスが発生して以来の初めての選挙になるということで、加藤さん大変だなと、これから握手もできないし集会もできなくなるんではないのって、でその中で挨拶するっていうのは選挙をしっかりと見させていただくどういうふうなやり方になるかっていうことを、いろんな市長からお話をいただいているところでございます。粛々と頑張っていくというふうに思っています。少し余談になりました。話は変わりますが、昨年末から嬉しい話題が2つございました。1つは昨年末に発表された共働き子育てしやすい街ランキング2019におきまして、総合5位の高評価をいただきました。昨年の6位から1つ順位を上げ、5年連続トップ10入りを果たすことができました。このように続けて高評価をいただいているのは、全国の自治体だけでも福生市だけだと認識しております。関連の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。これまで子育てする福生をスローガンに全庁を挙げて子育て支援施策の充実に取り組んできたことへの評価でございまして、大変喜ばしいことだと感じております。2つ目は、
当市の広報誌である広報グッサ11月15日号が先日行われた令和元年度東京都広報コンクールの審査会において広報誌部門で2席に入社をいたしました。認知症テーマとして5ページにわたり特集をしたものでございまして、市民の方々からも多くの反響をいただいておりまして、広報活動が評価された結果だと嬉しく思っておるところでございます。今後もこれに満足することなく、さらなる子育て支援施策の充実を図り、積極的な広報活動を行ってまいりたいと考えております。そして今年は福生市にとりまして大変重要な年でございます。何度も申し上げておりますけれども、市政施行50周年の年を迎え、1月からさまざまな記念事業がスタートしておりまして、7月5日には市民会館大ホールで市政施行50周年記念式典を盛大に開催いたします。まあ、私の後ろにあるバックパネルも新たに50周年仕様とさせていただきました。また福生七夕祭りも第70回目を迎えます。今年は東京2020オリンピックパラリンピック競技大会が7月24日から9月6日にかけて開催されますことから、七夕祭りの開催時期を1ヶ月前倒しをして、開催いたします。50周年記念式典の時期に合わせまして、7月2日から4日までの3日間で実施することといたしました。市政施行50周年記念をはじめ、第70回福生七夕祭り、オリンピック・パラリンピックと大イベントが重なる歴史的にも大きな節目となるこの機会を、市民の皆様の記憶に残る素晴らしいものとなるよう、職員一丸となり、また市民の皆様と一緒になってオールグッサでしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。それでは本日の記者会見につきましてでございます。3月議会定例会に提出する議会案件と補正予算案、令和2年度予算案について説明をいたしました後、5件の案件について担当から説明をさせていただきます。企画調整課からは東京2020大会の機運醸成に向けたシティドレッシングについて、行政管理課からは多言語 AI チャットポット等の実証実験について、健康課からはがん患者ウィッグ等購入費助成事業について、教育指導課からは慶応大学 SFC 研究所との包括連携協定について、そしてスポーツ推進課からは市営競技場のリニューアルオープンについての発表をさせていただきます。詳細につきましてはこれから担当が説明をいたしますので、ぜひ記事にしていただきますようお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。総務省の宮野と申します。よろしくお願いいたします。それでは議会の日程及び案件者についてご説明をいたします。まず次第をお送りいただきまして、資料1の1、令和2年第1回定例会会議日程案をご覧でございます。今定例会の会期につきましては3月の5日から3月27日までの25日間でございます。3月の3日から6日までの4日間が本会議で一般質問と議案審議を予定をしております。開始時刻は午前10時でございます。また令和2年度の予算を審査いたします予算審査特別委員会は3月の10日から13日までの4日間開始時刻は午前10時でございます。常任委員会につきましては3月16日が建設環境委員会、17日が市民厚生委員会、18日が総務文書委員会でございます。開始時刻はそれぞれ午前10時でございます。特別委員会につきましては横関市対策特別委員会が23日の午前10時からとなっております。お送りいただきまして資料1の2をご覧願います。一般質問につきましては16名の議員から通告がございまして、通告時間は合計で14時間10分でございます。質問の内容等につきましては後ほどご参照ください。続きまして資料1の3、令和2年第1回福生市議会定例会議事日程をご覧いただきます。
議案のうち条例案項を説明させていただきます。まず日程第5、議案第1号、福生市民間条例の一部を改正する条例は、生命保険制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、生命被保険金であるものの印鑑の登録の資格に関する規定を整備するほか、印鑑登録の少女に関する規定を整備するものでございます。日程第6、議案第2号、福生市非常勤の特別職の職員の報酬および費用減少に関する条例の一部を改正する条例は、男女共同参画審議会にかかる報酬の額を定めるとともに、予防接種費等にかかる報酬の額を改定するものでございます。日程第7、議案第3号、福生市と一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例は、管理職員の給料を減額する期間を令和2年度まで延長するものでございます。日程第8、議案第4号、福生市災害救済金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害消費金等の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の償還等に関する規定を整備するものでございます。日程第9、議案第5号、福生市指導における労働協調の実質的基準に関する条例の一部を改正する条例は、道路交通令の一部改正に伴い、自転車通行帯及び歩道橋の設置基準に関する規定等を整備するものでございます。日程第10、議案第6号、福生市住宅条例の一部を改正する条例は、市営住宅の取り壊しに伴い、戸数を変更するものでございます。日程第11、議案第7号、福生市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、富士見通り地区地区計画の都市計画決定に伴い、当該地区計画の区域内における建築物にかかる用途の制限に関する規定を整備するものでございます。日程第12、議案第8号、福生市男女共同参画審議会条例は、市における男女共同参画の訂正にかかる独自の方針を審議するため、福生市男女共同参画審議会を設置するものでございます。日程第13、議案第9号、福生市学校給食条例は、学校給食費会計を公開計画することに伴い、学校給食に関する規定を定めるものでございます。日程第14、議案第15、福生市市町村統計委員会を東京設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村統計委員会東京設置規約の変更については、福生病院組合が令和2年2月1日をもって市を公共、市を公益条項に規定する企業団へ移行することに伴い、東京都市町村統計委員会の共同設置から脱退し、委員会の規約を変更するものでございます。日程第15、議案第11の東京都市町村大学組合規約の変更について、および日程第16、議案第12号、東京都市町村議会議員公務員安全保障協組合の規約の変更については、福生病院組合が企業団へ変更することに伴い、福生病院企業団に名称を変更するものでございます。日程第17、議案第13号、東京都後期高齢者広域連合規約の一部を変更する規約については、後期高齢者医療の保険料について、その経費にかかる経費を各区町村の一般財源から負担金として支援するものでございます。日程第18、議案第14号から日程第25、議案第21号までの令和元年度補正予算及び令和2年度当初予算につきましては、後ほど企画財政部長からご説明をいたします。日程第26、議案第22号、財産の取得については、防災行政無線、移動系、改造工事に伴う備品の取得でございます。日程第27、議案第23号、損害賠償の額を定めることについては、職員による規模の損害賠償の額を定めるものでございます。また、陳情につきましては、この続きの最後にございますので、後ほどご参照をお願いします。私からは以上でございます。おはようございます。企画財政部長の石川でございます。
それでは初めに、令和2年第1回定例会上記補正予算の概要につきまして説明を申し上げます。資料につきましては 2-1 でございます。今回はご覧の通り一般会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の補正予算となってございまして、補正額につきましては合計で36,3581,000円の減額でございます。2ページから5ページまでは科目別の補正額となってございますが、補正の内容につきましては6ページ以降で説明を申し上げます。恐れ入りまして6ページをお願いいたします。一般会計補正予算第9号でございます。はじめに債務負担行為は変更が1件でございます。小学校防音機能復旧復帰事業は契約額の決定などに伴いまして、限度額を23,276,000円減額いたしまして2,785,700円に変更するものでございます。次に歳入でございます。金額の右の丸で囲まれた数字は関連する歳入歳出を同じ番号としておりますが、ここでは主なものについて説明を申し上げます。公庫支出金の一番下にございます特定防衛施設調整整備周辺整備調整交付金、いわゆる救助交付金は交付額の決定に確定に伴い56,560,000円を増額し、令和元年度の交付額を56,660,000円とするものでございます。7ページをお願いいたします。繰入れ金の財政調整基金繰入れ金1,500,000,000円の減額は今後の財政事業に備えるため令和元年度の繰入れ額を2億円に減額するものでございます。諸収入のスポーツ振興口助成金1,401,000円は市営競技場改良事業での補助対象範囲の拡大による増額でございます。資産につきましてはそれぞれ事業費の確定に伴う減額でございます。続いて歳出でございます。8ページをお願いいたします。まず土木費の上から2つ目都市計画道路3475富士見通り線整備事業の減額は、ここでは3つの経費について減額をいたしまして合計で2,368,400円の減額となります。これは今年度用地買収予定分の延期に伴うものでございまして、これによりまして歳入の国庫支出金は8,580,000円と支出金も3,510,000円を減額をいたします。次に教育費、小学校防音機能復旧事業から市民参加の装置等改良事業までと、市営競技場改良事業につきましては、契約額の確定などに伴う減額でございまして、それに関連する歳入も減額をしてございます。9ページをお願いいたします。諸支出金のふるさと人づくりまちづくり基金積立金は歳入の寄付金を一旦基金に積み立てまして、翌年度以降に活用するものでございます。また特定防衛施設修繕整備調整交付金事業基金積立金は歳入で増額いたしました救助交付金56,560,000円に今年度交付金直接充当事業の減額分100,000円を合わせ基金へ積み立てるものでございます。以上補正額の合計は35,182,000円の減額で、特税後の予算総額は256,9447,700円となっております。次に介護保険特別会計補正予算第3号でございます。今回の補正は利用者の増加に伴う介護予防生活支援サービス事業費の増加によるもので、その財源として国と交付金及び支払い基金交付金そして一般会計からの繰入れ金の増額に増額するものでございます。10ページをお願いいたします。公費高齢者医療特別会計補正予算第1号でございます。この補正は平成30年度の生産及び広域連合納付金などの決算見込みによるものでございます。以上が3月期間に上程いたします補正予算の内容でございます。続いて、令和2年度当初予算についてご説明を申し上げます。資料は 2-2 でございます。はじめに1各会計予算規模でございますが、一般会計の予算規模は247億8000万円となりまして、予算所
小学校、同地域事業などの大規模建設事業が終了したものの、物件費や救助交付金、積立金の増、また学校給食費の公開経過などの増がございまして、前年度比で3億円、1.2% の減となりますが、令和元年度引き続き大きな規模の予算となっております。以下、特別会計はご覧のとおりになっておりまして、一般会計と合わせた合計額は372億5573万円で、前年度比3億921万9000円、0.8% の減となっております。下の方の下水道事業会計につきましては、令和元年度当初予算より、地方公営企業法の適用を受けた企業会計となりまして、知識簿記での会計処理となっております。協中の参上予算は、下水道施設の維持管理等を行う収益的な事業での収入支出です。4条予算は、環境の新設等を行う資本的な収入支出をそれぞれ計上をしております。なお、原価償却費など、自治体に現金の支出を伴わない費用も予算計上することから、官庁会計での予算とは異なりまして、収入支出の総額は同額ではございません。次に2の一般会計予算額前年度比較表でございますが、各区1は歳入ということで、各区収入別の表でございます。2ページには各区2、各区3として歳出の目的別、性質別にそれぞれ内訳を記載をしてございます。詳細の説明につきましては割愛をさせていただきますが、次のページでは主な建設事業を一覧にまとめてございますので、そちらの方主なところを説明させていただきます。3ページをお願いいたします。まずナンバー6の指導関係に11号線無電柱化整備事業は、災害時の緊急輸送道路であります都道165線および新奥多摩街道と防災拠点である市役所を結ぶ本町通りの無電柱化を図るもので、令和9年度中の完成を目指すものでございます。ナンバー7、都市計画道路3475富士見通り線整備事業は、福生駅東口交差点から産業道路間の約350メートルの第一国府として整備するもので、前年度に引き続き実施をするものでございます。ナンバー10、日光橋公園、ほか1公園整備事業は、樹木の高木化等が進んでいる公園の適正管理のため、沿路整備で、をするものでございます。ナンバー11、防災行政無線移動系施設改良事業は、無線機器等の老朽化に伴いまして、現行のアナログ系無線からデジタル系無線へと更新するもので、第1期分として車載型8台、携帯型42台を整備をいたします。ナンバー14とナンバー16、こちらの方は小学校及び中学校防音機能復帰事業であります。老朽化した空調を整備するもので、令和2年度は福生第三小学校及び第6小学校、また福生第三中学校の工事を実施をいたします。4ページから11ページまでは、令和2年度当初予算に計上してございます各部の主な事務でございまして、新規項目は3件、完全項目は55件でございます。詳細につきましては後ほどご参照いただきたいと思います。恐れ入ります。12ページをお願いします。令和2年度は、今年が昭和45年7月1日に市政を施行してから、50年目に当たりまして、本年1月より市政50周年記念事業を進めております。令和2年度当初予算に計上した記念事業をこちらの方14ページまでにまとめてございます。特に、ナンバー1、こちらの方は記念式典でございますが、令和2年、7月5日日曜日に、市民会館木星ホールにて開催いたしまして、市政の発展に貢献された方々への表彰のほか、記念映像の上映、また市にゆかりのある方による講演を予定をしてございます。また資料の最後でございますが、15ページでございます。こちらの方につきましては、昨年の台風第19号被害などを踏まえまして、令和2年度当初予算に計上いたしました防災対策事業を一覧としてまとめてございますので、こちらの方につきましても後ほどご参照いただければと思います。
大変雑把でございますが、説明とさせていただきます。企画調整課長の原岡と申します。よろしくお願いいたします。資料3の1、大型エンブレムと街頭バナーでオリンピックの金行程福生市内でシティドレッシングを実施しますの説明をさせていただきます。福生市では、今週末の日曜日3月1日から、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けてシティドレッシングを実施いたします。市役所の庁舎の壁面や、市役所周辺一帯を統一的に装飾することでございまして、東京2020大会開催の機運醸成を積極的に図っていくものでございます。その下の、黒い四角の部分でございます。庁舎一帯を東京2020大会カラーにドレッシングの部分でございますが、場所につきましては福生市役所と福生 市役所前の新奥多摩街道、こちら栄通りと申しますが、こちらの福生駅西交差点、こちらは福生駅西口の、降りてきたところ、りそな銀行前の交差点でございます。そちらの交差点から、球磨川方面に向かいまして、福生下南交差点、こちらは、セブンイレブンがあるところの交差点でございますが、この間の、約500メートルの区間においてシティドレッシングを実施するものでございます。次に期間につきましては、3月1日に設置をいたしまして、パラリンピックが終了いたします9月7日月曜日までを予定してございます。次に装飾につきましては、資料にございます2つの写真の通りでございます。上段が市役所壁面への装飾となってございまして、市役所第2棟の東側、新奥多摩街道側の、壁面に東京2020大会のデュアルエンブレムを設置いたします。また写真にはございませんが、市役所敷地内を囲みます手すり等にですね、横型のバナー、こちらは横断幕のようなものでございますが、こちらを設置いたします。さらに、写真の 下段の写真にございます通り、新奥多摩街道にございます栄通り商栄会の街路灯36本に街頭バナーを設置をいたします。この資料の写真につきましては、いずれも完成イメージでございますのでよろしくお願いいたします。最後に、設置等に要する予算でございますが709万5000円となってございます。福生市はオリンピック・パラリンピックの競技会場にはなってはおりませんが、福生市としてできることについて最大限取り組みまして、オール福生で、大会開催の機運醸成を図ってまいります。ぜひとも記事としてお取り上げくださいますようよろしくお願い申し上げます。説明は以上でございます。企画財政部行政管理課長の福地でございます。恐れ入ります。資料のですね、3の2をお願いいたします。私からは AI で30言語に対応、多言語 AI チャットボット等に行政サービスの案内の実証実験、これについてでございます。まず概要でございます。四角い囲みのところでございます。こちらは福生市が市政施行50周年を記念して行うものでございます。50周年という節目にあたりまして、ちょうどバックパネルの未来につながる街とありますが、少し未来を見据えた事業を行うものでございます。福生市では60カ国地域のですね、外国籍の方がお住まいでいらっしゃいます。そこで行政サービス案内につきまして、日本人だけではなく外国籍住民にも分かりやすさ、あるいは利便性の向上を目指すために、令和2年度から多言語 AI チャットボット AI スピーカーの実証実験を行うものでございます。チャットボットの実証実験、実装は全国でいくつかの自治体で行われ始めているところでございますけれども、福生市では今申し上げましたように多様な外国籍の方がいらっしゃいますので、言語数は30言語対応といたしまして、先行して実施している事例、情報収集する限りでは5言語対応までがというのがございましたが、このような幅広い言語での、取り組みというのは、おそらくは全国初といってもいいのかなと。また多言語の AI スピーカーの活用といった、この実証実験も全国で初めての取り組みではないかなと、考えております。
次に事業目的でございます。福生市の人口は、2月1日現在で申しますと57,550人、このうち外国籍の方は3,787人、割合で申しますと約 6.6% となりまして、東京都内26市でも、多い市でも 2% 台ぐらいでしょうか、ダントツの1位という状況でございます。このため言葉の、言葉の壁、ですね、により、行政サービスを知る機会や案内が不十分であることが考えられます。また外国人住民に対しましては、文化的差異から日本人に対する説明よりも補足を含めた丁寧な対応が求められるところでございます。一方で昨今は AI 等の社会実装の取り組みが全国の自治体等で始まっております。福生市でもこうした先端技術を活用いたしまして、外国人に分かりやすい行政サービス案内と、AI の分析に基づく新たな施策の立案を目指して実証実験を行うものでございます。ここで強調しておきたいのは、外国人に分かりやすいサービス案内を目指すということは、日本人にも、日本人の市民にとっても分かりやすいものとなるものでございます。次に事業の内容でございますが、本事業は民間会社に業務委託を行う予定で、民間会社と行政が知恵を出し合いながら進めていく競争、共に作っていく競争の取り組みになります。住民からの問い合わせに対応、しかも多言語で対応する AI チャットボット、それから対話型の音声操作に対応した AI 機能を持ち内蔵されているマイクで音声を認識、情報の読み上げなどを行う AI スピーカー、これらの開発と運用を行っていきます。問い合わせへの対応は、住民登録や証明書の発行、地域活動交流の2分野を考えております。また市民とのチャットボット等のやり取り、ログデータなどをですね、AI が分析、機能改善や新たな施策につなげるものでございます。潜在的に存在するニーズを把握、分析することで、EBPM、エビデンスポリシーメイキング、エビデンスに基づく政策立案ですね、これに活用するものでございます。次に事業期間でございますが、令和2年度から3年度までの2年間、議会で、予算を上程いたしまして実施するものでございます。なお、本事業は、市町村が、IoT ですとか AI といった新たな技術を有する、IT 企業等と連携をしまして、地域において行う実証実験等の取り組みを支援する東京都の地域版第4次産業革命プロジェクトを活用するものでございます。説明は以上でございます。ぜひとも記事にしていただきますようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。健康課長の高山でございます。よろしくお願いいたします。私からは、がん治療に取り組む方の就労や社会生活を支援するための施策としての、がん患者ウィッグ等購入費助成事業について説明をさせていただきます。資料 3-3 をお願いいたします。まず概要でございます。昨今のがん治療の成績の向上に伴い、がんとの共生を目指した取り組みが、国の第3期がん対策推進基本計画においても求められております。福生市では、がん治療に取り組む方の心理的および社会的、経済的な負担を軽減するとともに、就労や社会生活を支援し、療養生活の質がより良いものとなるように、令和2年4月1日から、ウィッグおよび胸部補正具等の購入費の一部を助成する事業を始めます。対象は、福生市民の方で、がんの治療に伴う脱毛や乳房の切除等により、ウィッグや胸部補正具等を必要とし購入した方で、助成金額は1万円を上限に購入実費額とし、申請は1人につき1回限りでございます。申請方法につきましては、ウィッグ等を購入したことが分かる領収書、がん治療を証明する書類の写し等を添えて購入後1年以内に健康課保健センターへ申請となります。この事業の実施により、がん治療に取り組む方の就労や社会生活を支援したいと考えております。大変雑白ではございますが、説明は以上でございます。豊洲部市川の酒見でございます。福生市と慶応義塾大学 SFC 研究所との協力に関する包括連携協定を締結しますにつきまして、ご説明申し上げます。資料 3-4 の A4 横版の資料2枚目にあるかと思うんですけど、こちらの方をご覧ください。
福生市と慶応義塾大学 SFC 研究所とは、1の目的にございます通り、福生市内小学校及び中学校の教育研究活動における連携協力を図るため、2の事項について連携を図り、協定を締結したいと考えております。これまで福生市では、さまざま教員が工夫して熱心に授業研究を行い、授業を行ってまいりました。学校の教職員からは、授業で学んだことの定着には家庭学習が不足しているんじゃないかというような声もあり、一部の学年ではありましたが家庭学習の可視化も進めてまいりました。しかし子どもたちは一人一人家庭環境も異なれば成長のスピードも異なり、学力が定着していかない子どもがいるという現実がございます。学習内容の定着が進まないのは教員の授業力だけの問題ではなく、他に課題があるのではないか、どのようにしたらさらに学力向上を図ることができるのだろうかというところで、特に研究者等と協議する中で注目したのがこの非認知的な能力といったところでございました。この非認知的な能力は IQ や学力など明確な基準で測れる認知的な能力に対して測ることが難しい能力の言葉として一般的に使われております。OECD はこの非認知的な能力を社会情動的スキルですとか学びに向かう力と同等のものとして捉えております。 OECD の著書を見ますと、この社会情動的スキルは粘り強く取り組み、困難な課題に挑戦し、人と協力して成し遂げ、また見通しを立てて取り組むことに関わること、その中核は目標を達成するために他者と協力することと感情をコントロールすることであることが述べられております。3の学びに向かう育成についての、学びに向かう力、非認知能力、社会情動的スキルについてのところをご覧ください。具体的には社会情動的スキルには青丸からつながっている部分にもございますけれども、目標に向かっていく忍耐力、自己抑制、目標への情熱、他者と協力する社会性、敬意、思いやり、情動を抑制、調整する自尊心、自信などが含まれます。新学習指導要領におきましても、学びに向かう力、人間性等が資質能力の一つとして示されておりますけれども、こちらの力については学習指導要領には、子どもたち一人一人がより良い社会や幸福な人生を切り開いていくためには、主体的に学習に取り組む態度を含めた学びに向かう力や自己の感情や行動を統制する力、より良い生活や人間関係を自主的に形成する態度が必要であること、そしてこれらは自分の思考や行動を客観的に把握して認識する、いわゆるメタ認知に関すること、関する力を含むことというふうに示されております。2つ目のチェックボックスの就学前教育における学びに向かう力の育成のところをご覧ください。このグラフでございますが、幼児期における教育がその後の学力や運動能力、大人になってからの生活に与える影響に関する研究であるペリー就学前計画の研究結果の一部でございます。質の高い幼児教育を受けた子どもたちは、その後の学業の成績や将来の自立へ向けた豊かな社会生活を送ることにもつながっているという研究結果でございます。このようなことから、上の右のイラストにございます通り、目標に向かって頑張る力や人とうまく関わる力、感情のコントロール力など、幼児期にこうした学びに向かう力を育むことが大切になってまいります。この学びに向かう力を幼稚園、保育園、義務教育段階とつなげて、それぞれの指導者が意識して関わることを重視すること、そしてその後の追跡調査として3のチェックボックスにございます福生市学力学習状況調査を実施いたしまして、認知的スキルと社会情動的スキル、学びに向かう力の実態を把握、また一人一人の学力を把握して分析をもとに教員の授業改善に生かしたり、エビデンスに基づいた教育施策を立案していったりしていこうというふうに考えております。以上のようなことを踏まえまして、今回大学と協定を結び実施する取り組みといたしましては、4の右側の方でございますけれども、具体的な取り組み例ございますとおり、学びに向かう力の意識に関する幼保小の関係者とへのアンケート調査の実施分析、
学びに向かう力を育むための幼児期から継続したプログラムの開発及び導入、専門的相談を通し調査分析結果を各園でフィードバックすることで保育環境ですとか幼児教育の質を向上すること、福生市学力学習状況調査の客観的な分析データに基づく学力向上に向けた取り組み内容への助言などでございます。見込まれる効果といたしましては、大学が行うアンケート調査や現状調査などの分析結果をフィードバックしていただくことにより、両保障間においてそれぞれのカリキュラムに関する質の高い意見交換や交流の促進を図ってまいります。また学びに向かう力を高める保育や教育の指導方法、評価方法を研究共有することで、保育者や幼稚園、小学校教員のさらなるスキル向上、そしてそのことが学力向上や不登校等の改善にもつながると考えております。6の今後のスケジュールについてでございますけれども、4年後の令和5年度に実施予定の就学前教育、小学校教育の円滑な接続に関する成果発表会に向けまして、アンケート調査ですとか専門家による現状調査、フィードバック、年間計画や普通道令、指導方法、資料等の作成等を順次実施していく予定でございます。ぜひとも記事として取り上げてくださいますようよろしくお願いいたします。以上でございます。おはようございます。私、スポーツ推進課長の矢ヶ崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。福生市制施行50周年記念事業ネクスタマ S&D フィールド、市営競技場オープニングセレモニーについてご説明いたします。資料は3の5をご覧ください。冒頭市長からもご説明がございましたが、現在コロナウイルス感染予防等がで、福生市の方でもいろいろ対策ございます。本イベントにつきましても今後変更の可能性はございますが、現時点では開催の予定で準備を進めておりますことをはじめに申し添えさせていただきます。本イベントは、現在、人工芝敷設工事等を、施工しております福生市営競技場につきまして、改修工事の完成と福生市として初のネーミングライツによる新たな愛称ネッツ玉 S&D フィールドを冠したことを記念するとともに、福生市制施行50周年記念事業の一環として式典を開催し、福生市の魅力的な施設を広く PR することを狙いとしております。開催日程ですが、本年4月5日日曜日13時から15時まで同施設市営競技場を会場として開催いたします。イベントの内容でございますが、資料のオープニングセレモニー概要中段にございますが、こちらにもございます通り、一部では式典を、二部では福生市にございます地域スポーツクラブによるこちらアルティメットという競技のデモンストレーションを、そして三部としてオリンピック・パラリンピック情勢の図る目的もございまして、オリンピアンによるトークイベントを実施いたしたいと考えております。トークイベントにお呼びするオリンピアンでございますが、資料にもございます通り、元アトランタオリンピック大会サッカー日本代表の前園真聖氏を予定しております。トークイベントにつきましては、こちらにもございますが、私のサッカー人生、そしてオリンピックで学んだことと題し、前園氏のサッカー経験談、オリンピック経験談等をお話しいただく予定でございます。開催の折には多くの皆様にご来場いただきますれば幸いに存じます。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。